私は黄金の回転を披露するもの。フォローナイトのパート19が始まるだって。じゃあ回るしかないじゃないか。この美しい回転を披露できるのはどう？この私だけなの。うわ、寝てた。離されてたぞお前。なんかすごい回る夢見てたかも。あーちょっと違うな。よだれついてる。恥ずかし。よし、王国の外れに来たぞ。あの太った虫目立つなぁ。どうしよう、とりあえず下から攻めてみる。高いところに目的ありがち精神で下から行くか。ああ、すんごいデジャブ。うわ、高いなぁ。ものすごい切り立っただけだわ、ここ。ほいでクイレルさんの痕跡もあるよ。本当に果てまでもって感じのやつだな。下は山の海になってる。過酷すぎる環境だわ。なんかこいつ、ちょっと面白いな。回り方がシュールでさ。え、うん。なんかさっきから上から落ちてきてるよな。気のせいじゃないわよね。ぼちゃぼちゃ落ちてきてるよこれ。上で誰かが息してたりすんのか。ご機嫌なのがいるでおい。ここはなかなか快適な小部屋だな。外をしばらく探索していたのだが、ちょっと休憩がしたくなってね。静かな場所だが凶暴な生き物が多いよ。友よ、ここの地図は大きいぞ。相変わらずどこにでもいるな。探索が勝負だからね。いや本当にでけえな、ここ。炎もある。まずそれから見しましょう。この様子を見る限り都の住民たちはこれより先に建物を作ることをためらったようだね。一体何が彼らを押しとどめたのだろう。何か強大な存在がいたのかな。ロマンだね。ぜひ遠くからお目にかかりたいものだ。よし、これが最後の食材だ。足が悪いくせにはあっという長所を生かして翻弄してくるんじゃねえ。狭いところで絶妙な射撃を繰り返して巧妙な着地が見せるのよと。どうだ、僕にこのちびってやったぞボケ。あれ、煽ってこなかったね。気分良かったんだろうか。なんか逆にムカつくな。右端の突き当たりベンチまで行きましょか。なんかこれまた奇怪な生き物がいるぜ。小刻みにジャンプして向かってくる。ってことはノリか。ダメ切りプラス炎一発と普通切り一発。ちょっと硬いけどジオの右はいいわね。うわ、この深いフライフライスリーウェイ射撃だ。めちゃくちゃ邪魔くさい予感がするわ。至るとこにトゲ生やしまくってるわ。イモムシの波動を感じるわ。ちょっと本当に今更な疑問なんだけどさ、イモムシたちが丁寧に瓶詰めされてるの、なんでなんだ。確かに随分手の込んだことするよね。わざわざたどり着きにくい場所に配置してるのも、瓶詰めされてるのも当たり前のように受け入れてたわ。もしかしてイモムシ好きの犯行なのかしら。といつの間にか上の方に来てたみたい。下り道に戻るか。しかし見た目ほど寒くはないな。ここ雪っぽくないな。にかだもんね。やばいよね。いや危ねえぞあいつ。まず回復よ。丁寧さを心がけなきゃだけなきゃだけなきゃだ。あれ、嘘、気がつかなかった。マジかー。切り替えますか。そうね、立てなって。あれ、ハートマウスか。なんでここまで。がー、わかった。王国の外れでベンチ一回も座ってねえ。では手だからよ少年。マジ複数個あるんだから一個くらい。あ、甘かったのね。呼び戻しちゃう。お願いします。この疑問好き。今中身が呪詛されたよ。だった、卵摂取して亡くなった虫の声を借りたか。そういうことできるんだ。あーい、ヌデジョンヌボベゾボラケジボヤ。結構むせた。びっくりした。ヌデタムノパロムツハッペリボンヌシロックジェンバレジェン。あー、こんなにボトボト落ちてくるって。上で何落ちてんだよ。よしよし、ちゃんとまっすぐ進んでるね。このまま直進してまっすぐストレートだな。バーカーと、でかいでかいでかい。いや、シンプルに嫌なやつ来た。ちょっと向こう行きなさいよ。うわぁ、気持ち悪い造形してるし、避けながら着地狩りしかねえか。GPS 初心者みたいな動きしてるね。って思ったで、壁。フォートナイトで私やるわ、これ。ああ、はぁ、ついたついた。結構長かったわよ、道のり。敵がなかなか強烈なのが多くて時間かかったのもあるわ。地図もよし、果てまで来たな。やっぱり釘師の家か。三人目の釘師、多分最後の人かな。ふむ、こんな世界の外れにいる俺をよくぞ見つけたものだ。お前がなぜここに来たのかはわかってる。伝説の釘師オロより釘の奥義を学びに来たのだろう。資格のある者に知識を授けることは偉大なる釘の聖者の定めた法でもある。だがその法もその伝授によって報酬を得ることは禁じていない。奥義を欲するその熱意、皆で証明しろ。俺の師匠は言っていた。自らの力を提供しない者は決して学ぶことはない、と。それはごもっともだが。力の部分を、ジオに置き換えてみろ。そうすれば俺の言っている意味がわかるはずだ。猿がいい。なんかこっちが悪いみたいな雰囲気になってない？我が兄弟名刀よ、世界の頂きにある孤独な家で、お前は今でも俺のことを敵だと思っているのか？いや、特に怒ってなかったすよ。はぁ、金に執着あるタイプなのね。まあ受講料と考えれば。他二人が無償だった分角が立つわ。よしよし、やるか？やる。うんうん、それでよい。じーおー、いただきまして。うふん、やるぞー。元気だわね。ところで動画追加で最終奥義も教わるか？今なら月々198ジオでいいぞ。しかも特典として新しい砥石もつけよう。いらないです、いらないです。ダッシュしながらチャージスラッシュするのね。ダメ攻撃で踏み込む選択肢ができたか。ふむ、お前はなかなか大した弟子だ。釘を扱う技術と強さへの渇望。お前は俺の兄弟を思い出させる。教えられることは全て教えた。ここを去れ、そして俺を再び孤独に浸らせろ。久々に楽しかったぞ。釘
クギ師としての礼儀はしっかりしてるのね。名刀の下で修行したようだな。忠義や名誉に妙な形でこだわる。あいつの下での修行は困難で不快な経験だったろう。あいつは俺について話していたか？もしそうなら我慢するように伝えろ。あいつの望みのものを得るまでもう少し時間がかかる。望みのものってなんだ？塩からも学んだのか。幸運な奴だ。弟子の中で最も優秀だった。師匠も彼を好んでいたよ。つかみどころはないが不親切でもない。最後に話した時、全く新しいことを学ぶと言っていた。目的は達成できたのだろうか。なんやかんや他の弟子たちを心配はしてるのね。他の二人も元気にやってたぜ。そうか、ならよかった。この先地図ないけど繋がってる。これって人形？おそらくそうだろうが、道中のでかいのみたい。サンドバッグだろうけど、なんで心の声聞こえるんだ？ノミの死骸そのままサンドバッグにしたのかしら。あ、そうだ、奥義。オーチャージスラッシュより鋭いな。これ使ってオロは鍛えてたみたいね。ってなんだ、揺れてね。もうやだーい。びっくりするからやめてくれメンス。揺れる床があるわ、ここ。突入。まだ下ある。まだあるぞ。ガーバー、ここ。はい、はい、はい。やるやん、ここ随分深いわね。と思ったら今度は登ってるわよ。オロの家の下ぐるっと通ってるのか。また見たことのない石出てきた。これ8階？なんか可愛いな。蜂の巣でもあるんすかね。奥の背景なんか黄色い光漏れてね。ほんとだ、マジで蜂の巣ありそうね。てかこの横そうなんじゃないの？地図見た感じかなり左側に戻ってきてる。ここ蜂の巣か。暗いな。違うっぽいぞ。何か落ちてる。ん？お？高速切りだってさ。赤うなぎ。いやいや、マリサ、奥よ。うなー。ナマズ。びっくりしすぎてマリサがドジョウって名前も兼ねてる。ビクられた金魚になっていかって自己紹介してるけど、ナマズって呼ばれてる魚になっちゃった。これでけえ虫だ。でかすぎて認識するのが遅れたぜ。釘のチャームを台に置いてたから。この大きい虫、もしかしてカジシ？うわー、興奮するな。じゃあここに刺さってるの全部武器か。敵の悪く配置された釘を集めてチャーム化したもの。釘を振るう速度が速くなるんだって。絶対強い。さっきの穴に再突入したよ。あったな今、隠し通路。本当に壁にひたすら攻撃しないと見つからないね。あった。岩の間に道繋がってる。また下るのか。降りて。また降りて。またまた降りて。なんかいろいろあったな今。まず進んでいこっか。またまたまた降りて。また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 降りて。よー、古代の穴踏み巻き貝を添えてになった。シェフは何を気まぐれた。まだ下あるよ。ここまで来たら最底辺まで行くぞ。うわ、なんか気持ち悪いのある。なんか隙間にみっちり地を詰まってるよこれ。ここがゴールだよな。おお、ここが終着点みたいだね。地だけか。意味深な空間だこと。じゃあさっき落ちてる最中に気になったとこ見て帰るか。はい。この辺だったよね。あーほらほら、ここ見つけたはいいけど、こんな敵地にキノコわさわさ。全く意味がわからんぞこの空間だけ。何か条件でこの石板っぽいもの見れるようにでもなるんすかね。ておいおいよ、蜂めっちゃいるなこの辺。蜂に200回以上連続で刺されるっていう実績を解除して死んだ虫の嘆きだな。誰が設定したその実績。取れちゃったよ。しかもゴールドかよ。まあまあ難易度高いやつ。マーカーを使いましょう。イゼルダさんとこで買うやつ。そういえば使ってないわね。せっかくだからこれから行くとこ候補で刺しときましょうぜ。こことここ、あー見やすい、わかりやすい。じゃあまず現在地から近かった赤のマーカーのところ。また影の壁かよ。早速出花くじかれたな。じゃあ次、灰色のマーカーのところは？ベンチの看板立ってるわよ。お、いけそうか。キャンプ跡地だ。生存者は、まあこの様子だといるわけないか。日誌に荷物に、ハンモックと死体だけか。これって灰なのね。でも火山とかはないし、何の灰なんだろうな。売りも休んでもらって息子ミサイル装備しようか。で、この先は行き止まりじゃなさそうだから行ってみますか。背景の木の枝みたいなの綺麗だな。独特な生態系してるわほんと。どうえー、おめさん、全然予想してなかったからびっくりしたぜ。今までどこ行ってたんだろう。意味深なセリフ吐くだけ吐いていなくなって。13期間かよ。あなたはさらに真実を突き詰めようというの？でも真実に耐えるには強さが必要よ。うん、あなたにその準備ができているのか証明してみせて。手加減はしないわ。私の針は鋭く弱者を葬ることに哀れみは感じない。王国の過去を受け入れ、未来を背負う資格があなたにあるかしら。ララマ、息子たちに容赦なく糸で弾かれたな。ホーネットちゃんの本気バージョンか。よし、少年パート3でじっくり噛み砕いたことを思い出せ。動き完全に忘れてただろ。
とは言いつつも前回よりかなり早くなっていたから、しっかり動き見ていくぞ。あ、まだ来るか。ここの見張りをやってるのね。ってことは、この先に前行ってた要素があるかも。この白いのが灰だとしたら前回行ってた灰の墓とやらがありそうだ。たどり着くことは分かっていた。私は見極めなければならない。本当に早くなってるわ。針投げも少し速度上がったか。正面上取られたらまずい。ならさらに上を取れ。しまった。ナイスパンチ。これはどう？なんだ。うわぁ、返せない。ワイヤー型の罠設置してきたぞ。こっちの動きが制限されちゃうじゃない。息子は罠を敵と見なしている。倒せないからそれ。息子たちは置いといて切りまくれ。さて。よし、ナイス判断じゃ。もう少しでは。あー、もう鬱陶しい。いいぞみんな。パンチかませる。その罠壊して。息子たちも参加させましょう。油断したわね。近づかれたらテンポ測るのが難しい。まずいわよ。ふぅ、ちょ。危ない。回復する暇ないから攻撃。回復しよう。あれ、しまった。息子が自動で生まれちゃうから、ソウルがちょうど回復できないようになっちまった。セルフ縛り。もう足を止めてる暇はないぞ。ここまで来たら攻め切ろう。うわぁ。や、やるじゃないの。ギリギリだったよ、本当に。ホーネットちゃんの真意を教えてもらう。その釘は、あ、趣味が悪いこと。このものは成功したの。この強さはやるん。認めてくれよ、この子を。ふん、とりあえず、このグリグリしてくる地病を何とかして。ごめん、我慢して。さあ、その気になれば、あなたにはできるはず。でも、この王国の悲劇的な構造を知り、あなた自身の役割を知りながら、それでもあなたは釘を震えるかしら。その自信があるならばやりなさい。ハローネストの亡霊よ、先に進み、体にあの印を刻み、顔を守るないよ。あらぁ、うっとうしいわね。王の印を体に、灰色の墓に刻印。前言ってた二つの虚無以外の要素は、この先にあるな。いや、風がすごい。ここから吹き抜けてきてるのか。これ何？遺跡か、これが灰の墓なのか。入れそう。綺麗に掘られてる。脱ぎ捨てられたから。これ遺跡じゃない。抜け殻だ。この長さ、すごいでかいイモムシの。でかいイモムシって王様じゃない。予想が正しければこれ王様の抜け殻か。何か落ちてる。守護者の結界みたいなもので守られてるわ。王の刻印。この刻印を持つ者は新たな統治者としてハローネストに迎えられる。王国の深部に至る門が開くってたのに器もダメか。このマークは王の頭に似てるな。扉かしら。開かなさそうね。何かアイテムが足りない感じ。うわ、ちょっと。おい、なんだこれって。いやー、もしかしなくても崩れてる。崩れてるわ。じゃあ怖い。ネタだけどこれは怖いってばー。うわー、